クラブの先っぽ、トゥの方に当たってしまうというご質問をいただきました。先に当たってしまう原因としては、主に手首のアドレスで構えた角度より、手が下に垂れてしまう。でそうすることで、体が自然に伸び上がってしまいますので、先っぽに当たる。そしてあとは、肩を縦に回しすぎている。 というようよな状態と、まあ、この肩を縦に回しているのと付随しているのですが少し手をこう上に上げて下に下げるっていうような動きで打ってしまうと先に当たりやすすいですまず手首の角度は動かさないようなイメージでやはり右手の角度を少し持っているような角度でなおかつこのように先に下に垂れてしまう人はどちらかというと。 右手首の角度がこのように回されてしまいますのでこの甲側に少し緊張感があるようなイメージでキープしているようなイメージを持って練習してくださいでもう一つは肩が縦に回ってしまいますので前傾は少し浅めにして割合少しあまりクラブは後ろにいってはいけませんが体を横に回しているような感覚を持つことが大切です。 で腕の上げ下げですがそれに伴って腕は体が横に回っているのであまり腕をこう上に上がるっていう感覚はなくなってきてあとは体が回ったところでクラブを立ててもらって体を回して打つような感覚で打っていただければ割合2に当たらずにだんだんと真ん中寄りにインパクトが近づいてくると思いますのでその3つを注意して。 練習してみてくださいいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価、えー、お願いしますゴルフでわからないことが下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします